おはようございます。おはようございます。マイファミリー考察動画でございます。今回は最終回ラストシーンなんでしょう選手権。はい、いよいよもう終わりですよ。いよいよ最終回ですよ。真犯人誰なんだとかいろいろありますけども、まあ、本編の方でそういうのが多分いろいろ解決してラストシーンドラマのどうなって終わるのかっていうのを考察しようということでございます。ハッピーエンドで終わってくれるのかとかさ、あーまあまあそこね、まずね、いや俺はもう絶対にハッピーエンドで終わってほしい派だからさ、だからやっぱ飛行機雲でフィンが一番いいんだけどダセーなおい、そんな雰囲気のドラマじゃなかったよまあだからどうなるかっていうのを皆さんに考察していただいたんで紹介していきたいと思います。まず最初は銀たら定食さんからいただきました。みちるが出産、赤ちゃんを抱いている、家族写真を撮る。いや、まあ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 、いろいろ解決してってことかな。だからもう幸せな日常を、まあ無事出産して新たな幸せをまた生まれて、うん、で家族も元の中になって、うん、家族4人で写真撮ってパシャってなったとこにマイファミリーみたいに出るわけね。うん、いいじゃない、いいじゃない、いいね、いいじゃない、やめてそれ。なんでいいじゃないじゃないのよ。いいなと思ったラストシーンの投稿にはこれ言っていきます。いいよ言わなくてそれ。じゃあ続いて F なおですさんからいただきました。それぞれ幸せな家庭のシーンがあって、最後に鳴沢家の和気あいあいとした場面でふと春人が一人になった時、また非通知着信音が鳴り、新たな誘拐をしましたで終わる。そして映画発表。あーなるほどね。一旦はみんなの幸せな家庭だし、それぞれのね、で最後鳴沢家で春人が部屋とかに、仕事部屋とか行ってさ、ふーってなった時にまたあのてん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 が鳴って、新たな誘拐したでガーで終わって、そのまま映画発表っていう、なんかせこい終わり方ね。まあ、やり方はせこいけどモヤモヤが残る終わり方ね。誘拐犯がもし全部捕まったら、もうまたあなたの誘拐って誰がってなるよね。何のためにってね、なんで、うん、ハルトンちばっかりってなっちゃうもんねなんでみんな誘拐犯ハルトンに連絡してくんだよっていう感じになっちゃうよ、ね、そろそろ。まあでも映画発表はドラマ内でなくてもなんかあってもいいよね、こんぐらい人気あったらね。まあね、ずっと誘拐だけでやってきてるからね。そうそうそう、映画は何を扱うのかってなるもんね。だコナン君みたいにさ、もう捜査に携わるみたいになっていくんじゃないの、ハルト行く先行く先でそうそうそうあれじゃない、ハルトが映画版になったら蝶ネクタイとかしだしてさ。いやいや本当にコナン君じゃねえかよそれ。サッカーボール蹴るんだけど、うん、それ綾野剛が受け取るみたいな新ドラマへの新ドラマへのパスやだ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 それ眠りのフォルテッシも出てくるかもよ歌えよ起きてる寝るだよと、じゃあ続いてルルコさんからいただきました。それぞれの家で家族写真を撮り、マイファミリーという文字のピースにはまっていく、めでたしめでたしと思ったが、3年後あの着信音が鳴り、新たな誘拐事件、ハルトの2歳の子供が誘拐される。え、また誘拐されるってやっぱみんな思ってんの。ここまでの全ての投稿を集約したみたいな答えになってますけど、そうそう、家族写真撮ってマイファミリーという文字のピースにはまっていく、なんかありそうだよね。そこなんか綺麗だもんね。あのいっぱい写真出てくるしね、うん、あの、うん、で最初ね、そう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 、うん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 、また今度3年後だって、新しく生まれた子供が誘拐されちゃうっていう。でもそんだけ誘拐されてたらもう誘拐貯金してるわ、もう。あと誰も心配してくれなくなるかもねそうそうそう、どうせ助けんだろっていうもう飽きちゃうかもねみんなね。ただのおさせさんみたいになってるよもう続いて君&コアさんからいただきました。真犯人の吉野が逮捕され、新たに捜査一課長に伊達ちゃんが就任する。そこで出てくんのそこで出てくんのコメディードラマだったらありそうな展開だけどね、伊達さん登場っていうのは。ありそうだけど、でも今回もそうだけどさ、富澤さんすごいいい役やってるしさ、演技も違和感ないじゃん、うん、やっぱり、うんうんうん、伊達さんの演技ってあんまり想像つかない確かにねそうなのよ、なんかほらあんまりこうツッコミの人ってコントに入るとそこまで演技に入り込まないじゃん、キャラクター的にも常識人というか普通の人の立ち位置なわけじゃん、だからなんかこう想像つかないの。し
かも捜査一課長金髪じゃダメだろ。そうだね。そうだね。そもそも。続いてクーさんからいただきました。てん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 。立脇佳菜子さんを誘拐しました。ハルトさん、私たちは完全誘拐のファミリーです。え、何？メアリー・ジョンが誘拐されるの今度？いやでももう見てる人からしたら、ね、もしそのかなこが誘拐されて終わったってなってもどうでもいいわって言って終わる。いや助けろよ。どうでもよくねえだろ。助けてやれよ副社長。春からどうなっちゃうのってなるもん。どうでもいいわ。いやどうでもよくないでしょ。一生懸命愛さんを大事にしてきた人なんだから。春かなだかマナかなだか分からんけどよ。いや春かなだよ。双子女優じゃないだから結局あれなのかね、みんな誘拐落ちみたいなのは想像するのかね、やっぱみんな。また誘拐起こって終わるみたいな、ちょっと怖い終わり方。なんかもやっとするねこれね。そうなると最初に言ったハッピーエンドではないもんね。もうそうだね、ないでほしい。誘拐はないでないでほしい、ないでほしいね。続いて INYKS さんからいただきました。牧村正文さんを誘拐しました。ハルト、私たちは永久にファミリーです。マイファミリーカン。なんで牧村はあれでしょ、ポルテッソでしょ。そうそうそう。ちょっと待って、これさっきのかなこ以上にどうでもいいわじゃん。確かにあの親父さらってどうするのっていう話だからね。かなこは100歩譲って、まあ、企業的にもでかいから、うんうん、その身代金とかも要求できそうだけど、うん、あの親父誘拐しても何も出てこないんだから。大友康平さんがいたずらでこれやってくる、ボケでみんなを和まそうとして、空気読めない悪い親父のやること。そう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 、親戚にいる、そう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 、いるでしょ、ね、こっちのパターンの方が誘拐日よりもやっとするわ。じゃあ続いてゆりぽろさんからいただきました。マジ考察は、無事事件が解決して1年後、1歳になった子供の誕生日を祝っていると例の着信音、出るとじいじとばあばからのお祝い電話にほっとしながら楽しくケーキを食べる3人、スーツとカメラが裏口に向かい、そこには段ボールに誕生日おめでとうカード付き10億円が。ポケ考察は、玉木さんが極道となって主婦となる。何それ、何それ。いやなんかこういうドラマあったんじゃなかった、お前極道主婦、主婦みたいななかったっけ。いや俺それ見てないな。ちょっとゆりぽろさんのマジ考察あんまり分かんなかったんだけど、どういうことだ。解決して1年後、新しく生まれた子供の誕生日祝ってると、あの着信音、出るとじいじとばあばから楽しくケーキを食べる3人。ここまでは分かる。スーッとカメラが裏口に向かい、あの勝手口にね、うん、だから段ボールに誕生日おめでとうカードがついてる10億円があって、なんでなんでジーズのバーバー10億円持ってるの。いやポルテッシもいいんじゃないでしょそれは。ハウンドドッグで10億円も行ってないでしょ。いや行ってるだろ、行ってるよ。トラブリューでさえ20億円いくんだから。いや1歳の子供に10億円渡さないでしょんで。じゃあ、 あの誘拐されて身代金集めるときに貸してくれよって話だから。だからまたこれも結局はマジユリポロさんも結局なんか犯人からの着信落ち。あでもなんかお祝いしてるシーンはありそうじゃん、だって。あそうね、無事に生まれて1年経っても幸せな家庭続いてますよ。確かに確かに、ちょうどジージとバーバもいて、うん、ハッピーバースデートゥーユー。ガチで歌うなよ、俺。大友康平が。そうなっちゃうから。みんなと合わないって。ドラマ感がね、もう崩れちゃうから。じゃあ続いて、SD さんからいただきました。二度が誘拐され、なんでこうなるんだよと叫んで終わり。もうあのコロコロコミックですよこれ。終わり方がもうそりゃそうだよ。ニノが誘拐されたら言うよそれ、ニノも。なんでこうなるんだよって。あとなんでこうなるんだよ、こんな便利なワードじゃないから、ね、ハルトもこれ言っとけばいいみたいな感じじゃ言わないよ。そうだ、ね、これもだってもう使い方がなんて日だと一緒だから。そう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 、そう意味的にはそうだよね。なんて日だよねこれ、カッコ。そうそう。これだって脚本家絶対もう小学生じゃん。そうなっちゃう。そうなっちゃうんですよ。最終話だけ脚本小学生担当したってなるよ。続いて来ました、ケンケンさん。ミチルが監禁されてる場所に行くと、ミチルがドッキリ大成功のパネルを持って登場。ハルトが
なんでこうなるんだよと叫んだところで、ウルのそれを愛と呼ぶならが流れ出し、キャストスタッフが登場し挨拶、そして最後にヨシドが一言、ちょっと何言ってるか分かんない。いや真犯人フラグじゃないのかい。はい滑った。はい滑ったじゃない。滑ってはないの。滑ってはない。あれほど言ったのに、前回の動画で散々もうケンケンさんね、これまでの選手権動画で真犯人フラグボケをしてくれてたんだけど、お前があの前回の動画でいろいろ言うから、うん、真犯人フラグのボケじゃなくなってるよ。もうしかもね、これ最初そのドッキリ大成功、ミチルがねパネル持って登場って、まあ、これまず一ボケで、次がハルトがなんでこうなるんだよって叫んで、主題歌が流れてキャストスタッフが登場し挨拶っていうので、この二ボケ、うん、二ボケ目で、最後吉野が一言、ちょっと何言ってるか分かんない。もう三ボケ違う欲張って三ボケ入れてんだけど、全ボケが薄いのよ。弱いのよボケが。違うどうしたらいいか分かんなくなっちゃうから、ケンケンさんももう真犯人フラグボケなんでしょってこう言われててさ、で違うのやってねって言われて、うん、もうどっちでもいいからねってなって、考えすぎちゃってこうなっちゃってんだから。いやでも一つケンケンさんを擁護するならば、選手権のお題の募集同時にやってるからです。前回の動画見た後にこのボケを送ってくれてるんじゃないから、今頃ケンケンさん、いやそれ知ってたら両方真犯人のボケで言ったのにって今言ってると思います。これを見ながら、そりゃそうですよ。前回の動画流れた後に募集してるんだったら多分いけたんですけど、同時に募集しちゃったんで2個、はい、あの同時に投稿くれてるんで、やっぱそれはね、分かんないよ、こういう結末になっちゃいます。はい、ここで主題歌流して。流すな流すな。いや本当にこれもう確実にケンケンさんが言ってもなんでこうなるんだよ。ケンケンさんのセリフですよ。もう確かに今言ってるかもね。俺にだけ当たり強すぎるだろう。いやそうだよ。そんぐらい信頼関係がね出来上がってきてるってことですよ、我々と。そうですね、本当難しい立ち位置にいますから。だから肝心なのは、この後最終回ドラマがあって、その後に感想選手権やるんで、そん時のケンケンさんよ、はい、そうですね、もうこの動画も見てになるから、そこのケンケンさんに注目ですね。これなので次回ね期待してますからね、ケンケンさん。続いて中村モンドさんからいただきました。ミチルの出産シーン、無事生まれてみんな喜ぶ中、あの着信音が鳴り、葛城から機械音声でおめでとうございますの祝福のメッセージが届き、登場した葛城を袋叩きにして勘、ただの悪趣味よね。葛城がね、葛城の誘拐実験しか人生の楽しみないから、仕事人間だってこの間も言ってたし、もうこじらせすぎだよ、そんなの。次の誘拐をくれと。ずっとだってそれに執着して人生費やしてきてるわけだから、やることをそういうことにしか絡めらんなくなっちゃってくるから、もう空気読めなくなっちゃってんのよ。誘拐斡旋のね会社開くかもしれないよ、もう葛城。誘拐を斡旋する。解決しろよ。犯人だよ、もう大元じゃねえかよ。続いて佐藤うさぎさんからいただきました。草壁がアイスピックで足を刺される。ほらほらケンケンさん、これだよ、これだよ、ケンケンさんが送んなきゃいけない本来の回答は。取られてる。何してんだよ、取られちゃってんじゃん。もうこれ真犯人フラグ最終回での日野が持ってったにもかかわらず奪われて刺されるっていうね。そうだからまあ今回も草壁が現場にアイスピック持ってくけど、カツラギに太もも刺されちゃうんだろうな。なんで仲間割れしてんの。いやだ前回もそうじゃん。ああそうだ、ね、近い人に川村にやられちゃうっていうのと一緒で。ひでえな。だからでもそんだけ真犯人フラグの日野印象が強かったってことで、ね、ここまで残ってるってみんな。ああそうねそうね、草壁っていうかもう日野として見てんだもんだってみんな。いや確かに迫田さんのことを日野だと思ってるよな、うん、名前。詳しくない方はそうかもしれないね。日野がさとか言ってそうだよね、うん。じゃあ続いて丸尾スリーセブンさんからいただきました。ホルテッシモとノブさんの挙式。いや結婚すんだよあそこ。うわこれだ、これがいい。何がちょっと新たなマイファミリーを作るんじゃないよ。どうなんだろうね、あれ出てこないじゃん、奥さんも旦那さんもそのお互いの、うん、2人が親みたいな感じで出てくるじゃん、仲良しでね。だから途中から見た人はどっちかの、そう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 、義父母かと思ってるから。でノブさんが産んだ子供が誘拐される。
メリットがないのよ、犯人側に。カツラギだけだね、喜ぶのは。なんでよ、あ、誘拐事件だっつって。やったやっと起きたカツラギはだからもう誘拐事件以外はもう身が入らなくなっちゃうのよ。燃え尽き症候群みたいになって、もうダラーっとするカツラギ。デスクで椅子にもたれてダラーっ、うん、何やってんだよカツラギとか言われても、ああ。今行きますみたいなとこにこの情報が入るわけよ。フォルティッシモとノブさんの挙式挙げて年がいもなく年がいもなくっていやだってそうよ、あの年齢だったら結構な年齢よ。だってでノブさんが無事出産して、うんうん、なんでって言って予約入って言って、フォルティッシモとノブさんのとこ行ってカツラギが、うん、子供産んだこと絶対後悔しますよひでえやつだよ本当に。お前カツラギ。そこで友情出演の松下由紀が出てきてカツラギ。ナースのお仕事関係ないの。なんで急に。でででででででっていう着信音が鳴って。笑って終わるわけですね。さすが日曜劇場ってなるわけですよ。こんな誰も予測できない最終回ですよ。会っちゃいけないやつだから。会っちゃいけないですよ。俺らが言ってるやつって絶対ないやつをただ言ってるだけだから。こんな時間かけて絶対ないやつをただ言いまくってるだけだから。かすりもしてないからね、一つも。誰の頭にも残らないから、我々の予想は。最終回見ちゃったらもう忘れ去られる回ですから、ね。虚しいね、何のために喋ってんだろう、この動画を最終回前に見るか最終回見た後に見るかで、ね、うん、また変わってきますから。全然違う、そんなの最終回見て内容知っててこれ見たらマジで真顔だよずっと。何言ってんだこいつ、恥ずかしいよ、恥ずかしいね。いや、まあこんな感じで皆さんからいただきました。やっぱりみんな、まあ、ハッピーエンドで終わってほしいとは思ってんのかもしんないけども、予想とするとまたあの着信音からのみたいなのも多かったね。そうだね、うん、俺的にはやっぱり本当にベタ中のベタだけどハッピーエンドで家族の幸せな絵を描くがいいわやっぱ。まあとにかくもう最終回ですから、あとは見届けて、結末を見届けて、うん、その後みんなで感想選手権をやりましょう。はい、というわけでじゃあ皆さん今回も投稿ありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。